ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。高橋です、本日ご紹介するお車はこちら。はい。ベントレー新型フライングスパー W12。現行モデルのフライングスパーが、そうですね、とうとう入ってきましたね。はい、大阪店でも初登場で紹介させていただきたいと思います。はい、しかも、今回はそうマンソリーですね、はい、の方で仕上げさせていただきました。いやめっちゃかっこいいですね。そうですね、黒のマンソリー、はい、今までね東京 と、名古屋でも、新型フライングスパーのマンソリーは仕上げさせていただいたんですけれども、はい、2台とも白だったので。そうですよね、まあ、今回多分、ボンドグループとしてはまあ初めての、まあ、黒のマンソリーになるかなと。なるほど。そうですね、白は2台作ったんでしたっけ。そうです、東京と名古屋で2台作らさせていただきました ね。黒初めて見ましたけど、でもめちゃくちゃかっこいいです、ね、そうですね、はい、まあ、今回お客様のご協力もあって、はい、まあ、ボンドチャンネルで撮影していいよという承諾を得ましたので、はい、まあ、今回こうやって撮影させていただくことになりました。はい、はい、じゃあ早速なんですけれども、ね、はい、紹介していきたいと思います。お願いします。はい、でまず車体の方は、先ほど申しましたように、フライングスパーの W12、はい、これねちょっと調べたんですけれども、はい、エンジン、まあ、12気筒なんですけれども、うん、635馬力ぐらいあるみたいですね。はいはいはい、で最高速度が333キロすごいですよね。すごいですね、この車体で333キロ出ると、はい、もう本当えげつない。そうですね、はい、もう本当にノーマルでもえげつないんですけれども、さらにそれをまあカスタムさせていただきました。はい、で色は、オニキスブラック、ね、そうですね、ベントレーなのでブラックメタリック、はい、通称オニキスですねの、はい、ブラックメタリックになっております。はいはい、で、まあ、光の当たり方でメタリックが、ね、そうですね、色変わるって結構かっこいい色ですね。入ってます。そうですね、はい、で注目してほしいのがこちらですね。はい、マンソリーのフロントスポイラーとフロントダクトトリム、トリムカバーになっております。はい、そしてもちろんこちら、綺麗な、ね、ドライカーボン製になっております。カーボン製ですね。そうですね、はい、やっぱりマンソリーという感じで。そうですね、はい、すごく、このカーボン目が綺麗な一品になっております。そうですね、でカーボン目はまあ通常の T200 と呼ばれる綾織のカーボンで仕上げさせていただいています。はい、はい、でこちらはですね、バンパーを、まあ、交換するタイプではなく、はい、フロントバンパーの上からこう、装着するような、いわゆるアドオンタイプですね、での装着になってます。はい、
まあ、デザイン的なこともあるかもしれないんですけれども、最近はこの純正でですね、アダプティブクルーズコントロールですとか、まあ、レーダーですね、まあ、電子パーツが多くなってきてますので、はい、まあ、その辺ですね、バンパー交換してしまうと、まあ、あと調整できない、ね、バンパーとかも中にはありますので、はい、まあ、そういった意味もあって、まあ、最近はこういうマンスリーでも純正の上から装着するパーツが徐々に増えているのかなという印象ですね。なるほど、まあ、ベントレー系はバンパー外したりすると結構もうエラーが絶対出るような、そうですね、ね、出てる車何台か出て調整もね、はい、あれ大変でしたので、はい、その専用の、機械が必要になってきますので、そうですよね、なかなか大変ですので、はい、できることなら、まあ、エラーは出ない方がいいという形なので、はい、まあ、純正の上から装着しているので、まあ、その辺のエラーの出ないという安心感もありますね。そして、まあ、上の方を見ていただくと、はい、こちらですね、ベントレーの、まあ、マスコットですね、はい、なんですけど、これアンロックしますね。アンロックするとこう立ち上がってくるんですけれども、はい、このフライング、通称フライング B ですね、こちらの方イルミテント加工の方をさせていただきました。あ、なるほどなるほど、はい、なんかねこれ、はい、名古屋店の飯村店長が一番早くやった点灯方法なんですけど、はい、まあ、飯村店長によると日本仕様は、ね、光らなくなってるみたいで、はいはい、やっぱり中 LED 入ってるらしいんですけれども、はい、なんか日本仕様は光らないと、まあ、入ってるんやったらどうぞなんで日本仕様だけ光らせてないのかちょっとわからないんですけれども、はい、でそれを、光らせるように点灯加工の方今回させていただきました。なるほど、やっぱりねついてると全然印象が、そうですね、見栄え結構変わるんでやっぱかっこよくなりますね。全然全然、高級感もありますしね。はい、はい、じゃあ浅井さん、はい、今回ホイールはどんなホイールを、はい、今回装着させていただいたのは、はい、ハイパーフォージド、ハイパーフォージド、HF の C7 ですね、はい、はい、サイズは22インチになっております、ね、はい、やっぱりこれね一番、まあ、往年のデザインではあるんですけれども、はい、やっぱりこの安定感のあるデザインがやっぱりこういうビッグセダンにはよく似合いますね。めちゃくちゃ似合ってますね。そうですね、はい、はい、で仕上げは天然ブラッシュドの、はい、サイドポリッシュ、サイドポリッシュ、これもねよく、こういう高級車によくつけた一番人気の仕上げとなっています。こう見ていただければ分かるんですけど、ね、そうですね、めっちゃ綺麗ですね。そうです、サイドがブラッシュド、まあ、サイドとリムも、サイドがポリッシュですね、サイドとリムがポリッシュで天然がブラッシュドで、すごく高級感のある仕上がりになっております。そうですね、まあ、リムとかサイドがポリッシュなんですけど、はい、まあ、メッキパーツとかね結構ふんだんに使われてるので、あ、そうですね、ベントレーは純正のメッキパーツが多いですので、あ、そうですね、すごいマッチしてます、ね、マッチしてますね、はい、でびっくりするのがこのキャリパーのクリアランスですよね。そうですね、これねオフセットも結構いい、パツパツなんですけれども、はい、そもそも、もうこれ以上中に入れることができないという、ですよね、中にも外にも、もう出せないし、はい、中にも入れれないというですね、もうパツパツの限界のセッティングになっております。はい、はい、浅井さん、これまた大きいブレーキですね。そうですね、めちゃめちゃブレーキ、これテンポット、あ、テンポット10個ピストンがあるめちゃめちゃ大きなブレーキが、ついております。はい、はい、まあ、最近の、まあ、パナメーラとかアウディとかもどんどん大きくなってますね。どんどん大きくなっているので、まあ、それの、同じ系統のブレーキで、中は特注の、はい、テーダーストパッド、あ、テーダーストこれ、ね、スチールブレーキですのでカーボンブレーキではないですので、はい、粉がやっぱりねめちゃめちゃよく出ますので、はい、特注のテーダーストパッドに交換します。しかしねキャリパーが大きいのでね、はい、こう人の顔と比べても、はい、だいぶ大きなキャリパーになってますので、あの作業するねメカニックの、はい、人たちはね、だいぶ大変な思いで交換いつもしておりますね。はい、はい、で浅井さん、サイドスカートももちろんマンスリーですね。そうですね、マンスリー製に変わっております。はい、まあ、見て、いただければ分かるんですけれども、はい、ここがですねカーボンの、サイドパネルが装着されて一応、はい、ここからですね、あ、そこからなんですね、はい、なっておりまして、ずらーっとカーボンの、そうですね、見栄えがやっぱりだいぶ変わりますね、サイドも。そうですね、張り出しが大きいですので、はい、そうですね、で純正にはないここがですね、はい、カーボンの、あー、カーボンというかね、ダクトの、はい、ダクトが開いてますので、はいはいはい、まあ、ここは純正がなくマンスリーのデザインになってるかなと。本当ですね、なんかよく見るとカーボンで、そうですね、おしゃれな感じですね。この塗り分けは、飯村店長方式ですね。でね、これね、めちゃめちゃサイドスカート長いのでね、長すぎますね、はい、
仙台よりもねホイールベースがなんか13センチぐらい長くなってるらしくて、よりなんかね、長さが強調されてますけれども、はいはい、交換は大変です、はい、なんかめちゃくちゃ大変らしいですね。めちゃめちゃ大変です、ちょっと舐めてました、はいはい、びっくりするぐらい大変です。はい、はいはい、じゃあ浅井さん、リアのホイールもまあ、C7 です。でフロントとサイズ、フロントはね 10J に275なんですけど、はい、リアはですね太く 12J に315のセッティングですね。まあ、13も、はい、リアの方が太くなってます、はい、でその分ですねこういうふうにリム幅、アウターのリム幅がアウターリップが、取れますので、フロントに比べると奥行き感があってより迫力が出るかなと。そうですね、結構深リムですもんね。そうですね、深いリムになってるかなと。フロントに比べてね深いリムにできるだけになっています、はい、でオフセットの感じもちょっと見ていただければだいぶいい感じに、はい、めちゃくちゃいい感じです ね、 そうですね。フロントリアともに前後とも、いい感じになってるかと思います。はい、そして車高ですよね。そうですね、はい、車高は今回は何ですか。今回ロアリングキット使わずに、はい、ロアリングモジュールで、あ、モジュールで落としてるんですね。はい、モジュールで落としております。はいはい、だいたい何ミリぐらいですかね。だいたい 2,30 ミリのローダウンになってるかなと思います。はいはい、プラス、現在はスポーツモード。あ、そう、現在、今はスポーツモードで撮影の方ですねしております。はい、でやっぱりねロアリングキットだとベントレーの、ね、フラスパに限ってはね、まあ、いろいろちょっとね、まあ、問題というかね注意しないといけない点があるので、まあ、ロアリングモジュール出てる車に関しては、まあ、どんどんですねモジュールを使っていこうかなと思ってます。なるほど。やっぱメリットとしてはボタン一つで、純正の車高にすぐ戻すことができると、はい、であとは、時速65キロ以上でノーマルの車高に戻りますので、はい、運動性能とかですね乗り心地、高速域でなるべく確保することができますので、はい、まあ、モジュールが出てる車に関しては、モジュールを使っていこうかなとは思ってますね。なるほど。あと内べりとかもちょっとマシになりますよね。まあ、そうですね、高速域で、ノーマル車高に戻りますのでその辺も、マシになるかなとは思いますね。はい、リアもがっつり変わってますね。そうですね、リアは、ここの部分ですね、はい、ここの部分からの、マンソリの、リア、ディフューザー、ディフューザー、スカート、まあ、それリアスカート、ウィズリアディフューザーとリアマフラー、はい、ウィズマフラーカッターですね、に交換させていただいてます、はい、もう最大で見て分かる通りこの、マンソリのマフラーカッター、これオーバルもあるんですけれども、はい、こっちはですねちょっとスクエアっぽい、形のやつを今回選択しました。なるほど。で、マフラー自体は、あ、まあ、ノーマルです。ノーマル、はい、ノーマルでも装着できますので、ジョイントの、ね、パイプ、リングパイプがついてます。なるほど、はい、でこう、立体的なリアディフューザー、はい、純正のバックライトとかここに移植されてます。あ、これなんですね。そうですね。で、あと、サイドですね、サイドのこのダクトが追加されてますので、はい、見た目のですね立体感が全然違うかなと思います。そうですね、まあ、ここも塗り分けで、そうですね、塗り分けでカーボンをチラ見せしてる感じですね。チラ見せできるようにしております。上はトランクスポイラーですね。トランクスポイラー、はい、まあ、こちらの方は、まあ、ちょっと小ぶりなデザインですけれども、やっぱりねナイトアルトでは、そうですね、全然違いますもんね。なぜかというとね、これが一番長く待ったというね本当に3、4ヶ月待ったんじゃないでしょうか。あ、やっぱめっちゃかかりました、ね、はい、めっちゃかかりました、はい、まあ、これをね最後装着させていただいて今回やっと完成したという、はい、マンソリーのですねベントリーになっております。そうですね、まあ、ここまでカーボンで仕上がっているとここにないとちょっと寂しいですね。そうですね、寂しいですからね、はい、やっぱりあった方が全然違いますね。はい、浅井さん、内装もめちゃくちゃおしゃれです、ね、そうですね、預かってねびっくりしました、はい、ね、めちゃめちゃおしゃれ、仕上がりになってます、ね、まあ、赤と白を基調にしながらも、そうですね、非常に上品にまとめられてるかなと思います。でこれファーストエディションなんですね。ファーストエディションですね。なるほど、まあ、僕もね詳しくはあの内装の仕様まではちょっとわからないですけれども、もう見た瞬間やばいなとですね、はい、絶対汚したくねえなと思いました。で今これちょっとまあ軽く触ってるんですけど、もう作り込みがすごいんですよね。そうですね、凹凸とかこれね、なんかすごいですね。めちゃくちゃおしゃれです。建築用のなんかこう立体感があってすごい影と、明るいところがあってすごくおしゃれにできてますね。そうですね、柄じゃないですね、立体的ですね。こう柄じゃないんですよ。柄じゃないですね、すごいですね。
ここのパネルとかも黒とウッドで分かれてたりして、すごいおしゃれだなと思います。そうですね。で、これあのオプションであるね、モニターが回転するオプションも、ついておりますので、はい、まあ、フルオプションですね。通称クルリンパですよね。通称クルリンパ、はい、はい、ついている車は僕らね、クルリンパと呼んでますけれども、はいはい、もうついています、まあ、すごくおしゃれな1台に仕上がってます。めちゃくちゃかっこいいですね、やっぱり、はい、かっこいいです。それでは本日の新型フライングスパーマンソリー、はい、高橋君いかがでしたでしょうか。まあそうですね、最初にも言ったんですけど、やっぱ黒の、フライングスパーのマンソリーボディキット見るのが初めてだったんですけど、めちゃくちゃかっこいいです。で、ローダウンホイールとかも、バッチリ決まってて、ローダウンも、まあ、今まで見たフライングスパーよりも結構低いかなっていう思ったんですけど、それも似合ってて、やっぱめちゃくちゃかっこいいなと。まあ、ボディカラーとこのメッキの感じと、あとカーボンのパーツ、すごい似合ってました。そうですね、こちらのオーナー様もやっぱりですね、ノーマルで完成はされてるんですけれども、はい、やっぱりどこか満足できない、やっぱね、もうちょっとかっこよくしたいっていう、まあ、思いから、まあ、最初ご依頼いただいて、マンソリーをですね、まあ、即決で、決めていただきました。でやっぱりこの今新型フライングスパーのマンソリー、まあ僕と岡でね、まだ2セットバックオーダー抱えてますので、はい、まだ、2人のお客様に、まあ、今後また装着していくんですけれども、まあ、新型フライングスパーも人気ですし、新型マンソリーも、まあ、それだけ人気でですね、やっぱり世界中の高級車オーナーの方々、フラスパーだけではなく、まあ、ロールスだったとかね、他の高級車のオーナーの様からやっぱり指名買いが特に入るメーカーですので、まあ、そこをですね、マンソリーはやっぱりうまく表現して部品をちゃんと作ってきてくれるかなと。でそしてまあちゃんと高性能、ちゃんとドライカーボン、見た目のだけのウェットカーボンじゃなくてドライカーボンで仕上げて作ってきてるところにやっぱりマンソリーの本気度も感じますし、はい、あとはホイールもですね、やっぱり鋳造ではなく単造で弊社作成させていただいてますし、車高もですね、やっぱりドイツのメーカーのやつを取り寄せて装着させていただいてますので、まあ、これもね明日オーナー様に納車になるんですけれども、とても喜んでいただけるのではないかと思います。はい、はい、ね、ここだけの話3回預かってますから、はい、部品がねやっぱり納期がバラバラですので、最初にできるやつで、真ん中でさせていただいて、ちょっと残ってたやつだけですね、今回装着させていただいて、はい、本当にオーナー様にはですね、撮影もご協力いただいてですね、改めて、まあ、ご協力いただき改めてありがとうございますと、申し上げたいと思います。はい、それでは本日はこのあたりで、次はどんな車が出てくるか楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。